国家プーの子犬ラブラドドルプードルハイブリッドはプードルを片親として使って作り出した交雑犬である。20世紀末に交雑犬のブームに乗って数多く作られた。愛玩犬や家庭犬、介助犬などとして作出されることが多く、気象が穏やかで飼育がしやすいため、初心者にも飼育しやすい種類とされる。特に重要な意味合いを持たずに作られた交雑犬には、 強い批判もあるが、愛好家も多く、賛否両論の犬種群である。ビートンテリアとプードルの交雑犬ウォードルとして知られる。キャバプーゴールデンドゥードルプードルハイブリッドは、プードル種がプードルハイブリッドの両点は扱いやすい気象になり、安く、コートが抜けにくくてアレルゲンなため、犬アレルギーを持つ人でも飼育が可能であるという点である。この点に、初めて気がついたのは、 コッカープーの作出者であった。コッカープーはアレルギーや喘息を患う人にも飼育できる家庭犬として1960年代に作出され低価格で販売された。コッカープーはすぐに大ヒットし犬好きなのに持病で犬を飼えない人に大きな夢を与えることができた。また1980年代には犬アレルギーの視覚障害者の需要に応えるため、 プードルとラブラドールレトリーバーの後輩からラブラドュードルが作出された。20世紀末には様々なデザイナードッグが人気を博し、特に低アレルゲンの紐を持つプードルとの交雑による様々な一大雑種が多く作られた。その後、プードルハイブリッドの世界的なブームは終焉し、飼われていた犬が大量に捨てられるという新たな問題も発生している。アメリカでは ブリーダーの数が減少し意味が有意義でないとされた組み合わせの多くが捨てれた。ただし販売目的でなく民間でペットとして繁殖、飼育を行う人は存在する。日本では元よりプードルハイブリッドという単語があまり浸透はしておらず、ブームの開始と終焉は極めて緩やかであった。現在もペットとして飼育している人は数多く、 著名人にも愛好している人が少なくない。プードルハイブリッドを含むデザイナードッグを繁殖させる人々の中には犬の健康を考えたブリーディングを行うブリーダーもいるが利益のみを追求し犬の健康面を考慮しないブリーディングも多く行われたため様々な問題が起こり純血犬種の支持者やブリーダーから非難されている。特に純血犬種の援護者からは 多くの犬種がプードルと雑種化することによりその犬種特有の特徴が失われ、皆一様化してしまうのではないかと指摘されている。そもそも雑種に値段をつけて販売するのはいかがなものかという批判もある。プードルハイブリッドのブリーダー等は低アレルゲン犬種を増やし、アレルギーのある人でも犬の飼育ができる機会を増やしたいと主張しているが、 低アレルゲンの犬種は、プードル以外にも多く存在しているので、わざわざ愛眼用のプードルハイブリッドを作る必要はないだろうと見る愛犬家も多い。なお、低アレルゲンの紐を持つ犬種には、ポジュギースウォータードッグ、ソフトコーテッドウィートンテリア、バルビーなどの長毛種や、バセンジー、ボヘミアン、スポテッドドッグ等の短毛種、全く気のないものは、ペルービアンヘアレスドッグ。 メキシカンヘアレスドッグ、アメリカンヘアレステリアなどのヘアレス犬種がある。シープー、ジャッカプー、シュヌードルの子犬、テリプー、ビショプー、ペカプー、ラサプー一口にプードルハイブリッドといってもその姿や、使役目的は様々である。また、様々な犬種をプードルと掛け合わせて、その種とプードルの名前の一部を組み合わせて、犬種名とすることが、盛んに行われたため、組み合わせや、 犬種名も極めて多い。ここでは、主なプードルハイブリッドを紹介する。アイリッシュドゥードルアイリッシュセッターとの交雑。ボードルソフトコーテッドウィートンテリアとの交雑。スウィートエヌプーなどとも言う。ウエスティプーウエストハイランドホワイトテリアとの交雑。エスカプーアメリカンエスキモードッグとの交雑。ポーキモなどとも。オージープーオーストラリアンシェパードとの交雑。キャバプーキャバリア。 キングチャールズ・スパニエルとの交雑。アメリカでは、セラピードッグとしても使われている。毛色は主にブレンハイム、トライカラー、ブラックタン、ルビーであるが、キャバリア復活に大いに役立ったグレディン・スパニエルの存在を忍んで、それの毛色であったブラックのものも認められている。ケアヌードル、ケアアンテリアとの交雑。パオコンなどとも、ゴールデン・ドゥードル、ゴールデン・レトリーバーとの交雑。 コッカープーアメリカンコッカースパニエルとの交雑。愛玩用のプードルハイブリッドの流行の口唇を切った存在である。シープーシーズーとの交雑。シェパードードルジャーマン、シェパードドッグとの交雑。ジャッカープージャックラッセルテリアとの交雑。シュヌードルシュナウザーとの交雑。スキッパープースキッパーキーとの交雑。スクードルスコティッシュテリアとの交雑。 セントバードゥードルセントバーナードとの交雑、チープーチワーとの交雑、ワポーなどとも、デリプーオーストラリアンテリアとの交雑、ドゥードルマンピンシャードーベルマンとの交雑、ドキシープーダックスフントとの交雑、ドゥードルなどとも、最も多く出回っているものは、ロングコートもしくはスムースコートのミニチュアダックスフントと、プードルの交雑犬で、スタンダードダックスフント、カニチュアダックスフント、 および全サイズのワイヤーコートのものを母とする、交雑犬は大変少ない。日本でも、交雑種のものが多く出回っていて、ペットとして飼育されている。バーニードードルバーニーズマウンテンドッグとの交雑。バーニースマウンテンプーなどとも。バセトゥードルバセットハウンドとの交雑。パピプーパピヨンとの交雑。ビシプービションフリーゼとの交雑。ポーチョンなどとも。 もともとビションフリーゼの改良過程で、プードルが交配されていたため、特に交配の意味がないものとして強く批判されていて、現在はあまり作出されていない。ピレドゥードルグレーとピルニーズとの交雑、プーグルビーグルとの交雑、ブードルブルドッグとの交雑、イングリッシュブードルとも、プーシーシバイヌとの交雑、多くの日本犬の愛好家から激しく批判されている、交雑犬で、 プードルと芝犬の組み合わせは全くの無意味であると主張され、作出の禁止を強く求められている。そのため、現在は愛好家も少なくあまり繁殖されていない。プーチンチンとの交雑、プガプーバグとの交雑、ペカプーペキニーズとの交雑。もともとは、アメリカ合衆国のインディアナ州で、オシュリーズという犬種を作出するために作られた実験種であったが、現在も、 アメリカではペットとして人気が高い。体高は25センチメートル前後の小型犬で、容姿はプードルとペキニーズの中間であることが、毛色は白もしくは白っぽいものが好まれるが、特にこれといった制限はない。ボードュードルボーダーコリーとの交雑、ボクサードゥードルボクサーとの交雑、ボシプーボストンテゲアとの交雑、ポマプーポメラニアンとの交雑、 マルチプーマルチーズとの交雑。モルトエープーなどとも、ヨーキプーヨークシャーテゲアとの交雑。ラサプーラサープソとの交雑。ラブラドゥードルラブラドールレトリーバーとの交雑で、オーストラリアで盲導犬用に作出された。ロットルロットワイラーとの交雑。ワイマードゥードルワイマーラナーとの交雑。プードルハイブリッドの中では、プーシーと同じくらいに、母方の犬種の愛好家から生まれている。 交雑犬で、現在はほとんど繁殖されていない。ワイマラナー特有の銀色の毛並みはない。ありがとうございます。